皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。寒さ対策をテーマに2月のポッドキャストテーマを選んでいますが、今日は顎の食いしばりについてです。なんで歯の食いしばりと言わないのかって、これはね、実はセミナー後のフィードバックに書いてあった言葉をそのまま使っているからです。 DLS セミナーだけでなく、月1勉強会もボリゴンサークルやエクスプレスもいただいたメールやフィードバックはすべて読んでいますし、保管してあります。必要な時に取り出せるように、そしてこうやって記事にするために取ってあるんですね。ということで本文です。顎を食いしばってしまうダンサーへ。何を隠そう、私も歯を食いしばる癖があります。何か重いものを持ってるわけではないんだけれども、癖なんだろうね。こうやってブログを書いていたり、インスタストーリーを作っていても気づくと歯を食いしばってることがあります。顎を含め首周りに力が入ってしまう理由は他の記事で説明しているので、そちらも読んでください。今日はどうして力が入ってしまうのかではなく、じゃあ何をしたらいいの？の方に行きたいと思います。なんで歯を食いしばるではなく顎をと書いてるかというと、質問をくれた人がそのような言い回しだったからです。深い意味はございません。顎を食いしばる筋肉、咬筋。噛む筋肉と書いて咬筋。こいつが歯を食いしばる原因となっています。エラが張るなんていうこともこの筋肉が成長してしまうから。ここにボトックスを打って緊張を和らげることで顎が開きやすくなるという人もいます。特にボーカル系で問題がある人や、オペラ歌手など顔の筋肉の柔らかさがパフォーマンスのクオリティに影響する人たち。ボトックスというのはシワ取り剤ではないんですよ。ボツリヌス菌という毒素なんですよね。筋肉を収縮させないように、つまり麻痺みたいな感じにさせる効果があって、抗菌のように収縮しちゃってどうしようもない筋肉に打つことで筋肉の緊張を和らげるために使われたりもします。シワというのは表情筋の収縮だから、それを緩和するために美容に使われるのだと思うけれど、私は専門ではないのでそうらしいですとだけお伝えしておきましょう。まあ、ボトックスまで行くダンサーはいないとは思いますが、顎を開くことができず食事ができないレベル、収入源がボーカル筋肉にかかっている人たちじゃないダンサーは、自分の指で咬筋をマッサージするのは手っ取り早くできるし、どこでもできるツールになります。頬骨の下あたりに指を置いて軽く顎をかみかみしてください。結構分厚く動く筋肉が見つかったら、そいつをグリグリします。お友達でもある強鎖乳突筋と側頭筋も一緒にアタックしても OK。 ブログに絵がついていますが、強鎖乳突筋は耳たぶのエリアから鎖骨の真ん中の方に対して、側頭筋は漢字で書く通り頭の横の側にある筋肉っていうことですね。が、しかしここまでやると治療家のように指筋のトレーニングしている人でなければ結構な指にダメージを受けます。エラ1、指0、このままでは負けてしまいますよね。側頭筋から咬筋まで顔の横側にある筋肉をマッサージボールでグリグリするという方法もあります。いろいろな方法がありますが、私はうつ伏せになって胸の下にタオル、鎌倉、何かを入れて首だけ横向きにする。そしてマッサージボールの上に頭を乗せるというのが一番楽で好きです。そうそう、できれば足裏マッサージした後のボールはやめてくださいませ。 DLS で使っているマッサージボールを薄めのタオルでくるむとか、ハンカチを上に乗せるなどしたら衛生的ですし、イガイガが顔につくのも減らすことができます。ウォームアップの前にこのようなマッサージやリリースをしておくというのも、歯を食いしばっている自分に気づいて癖を修正していくというのもとてもいい案なんですが、レッスンの中で気をつけたいこと、それは他の部分の弱さをカバーしていないか、先生が怖すぎないか、失敗を恐れていないかということ。最初の2点は首の力みの記事で書いたので、今回は省略して失敗を恐れていないかを考えてみましょう。いいんですよ、バランス取れなくても、ピルエットで失敗しても、アダージオでグラグラしてしまっても。そのための練習場所がレッスンなんですから。結果を求めるのではなく、プロセスが大事なんですよね。バレエの世界だけではないけどさ。振り付けを覚えていないと私は怒ります。でも、頑張って覚えようとして失敗してしまう。リバースに慣れてないから途中でわかんなくなってパニックになる。というのは、長年教師、試験官をやっていれば見分けられるんですね。あ、今パニックになって頭真っ白だなというのは見えます。キッズセミナーに来ている保護者の方々はご存知のように、私は子供の失敗を笑う嫌な先生です。だって真剣な顔して間違えるからちょっと面白いんだもの。インストラクターコースの実技試験もそうでした。大人ですよ。10分だけの試験ですよ。だけどパニックになっているのは面白いほど見えます。
インストラクターとして外に飛び出し、クライアントの前でパニックになったらそれは失礼極まりなく、お金をいただき、プロと名乗るためにはダメな行動ではあると思います。でも、コース内の試験はプログレスであり、できない自分を探し、上達させる場所なんです。バレエレッスンもそう。たまたまうまくいっちゃっただけでは上達しません。できる限り準備をしてからレッスンに挑み、間違えて失敗してそこから学ぶ。それを繰り返すから上手になるんです。そしてそれには時間がかかります。顎を食いしばってもどうにもなりません。顎を食いしばらない準備をして挑む。癖なら修正する。バランスを見にくく取るのではなく、美しく5番に戻ってくる練習に考え方を変える。プログレス、ノットパーフェクションなのでございます。いかがでしたか？皆さんも顎、歯とか顔の筋肉をこうギュッと縮める癖がありませんでしょうか？皆さんが気づかないうちにこのように筋肉を硬着させていることがありますので、体の声を聞いて、癖だからとか性格だからと放っておかないようにしてくださいね。ではまた来週のポッドキャストでお話ししましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。